地震が起こったらテーブル、机、そういった丈夫なものの下に潜って頭を守るようにします。もしテーブルとかで体まで全部入るようであれば体を全部入れていただいて、テーブルから体が出ないようにしてもらえると上から落ちてくるものから身を守ることができます。屋外にいる場合には上から降ってくるものから身を守るためにリュック、バッグ、そういったもので頭を覆って頭を守るようにしてください。また電柱や自動販売機、上からガラスが割れて降ってくることもありますので注意をして身を守るようにしてください。もし寝ている部屋とかでテーブルとかがない場合には近くにある座布団だとかクッション、そういったものを頭の上にかぶせて頭を守るようにしてください。みんなで生き延びるんだ。100年防災車。